本遺産日本ワイン140年史リレー講座にご参加くださりありがとうございます。私は甲州市教育委員会生涯学習課文化財担当してます高野と申します。お願いします。さて、第12回目となる本日はここ甲州市勝沼にあります原野ワイン株式会社代表取締役であり勝沼ワイン協会の会長をお務めの古谷慎太郎さんに勝沼でワインを作ることと題しましてお話を伺いたいと思います。古谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、紹介の私が先ほど、古谷さんの紹介簡単にさせていただいたんですけれどもご本人から改めてご紹介をよろしくお願いします。はい、私はここ勝沼で、生まれ育ちまして、その頃、今の時代と違いましてね、結構のんびりした中ではあったんですけどもいわゆる、いたずら小僧で、外を駆け回ってました。そんなことでね、農家の跡取り息子っていうことで、学校を卒業した後は少しね、ワインの勉強もしてねそれで、ワイン作りの方にっていうことで、学校を卒業した後に国税庁の醸造試験所に講習生っていうことでね少し勉強に行きましてそして、帰ってきて、ワインの方をやっていこうと。このワインの方もっていうのもね、やはり原門園という観光ぶどう園でね、父は観光ぶどう園としてやってたんですね。その中の、ワインっていうのは、この勝沼の横町っていうところなんですけれども、その横町というところの協同組合だったんですね。なので、ワインは、みんなの飲むものを作るような感じでいわゆるワインビジネスですよっていう感じではなかったのでブドウ作り観光園が家業だったんですね。ところがね、そういうことでワインもやっていくよっていうことで、始めた頃はねやっぱりこのブドウ作りのことについて父とよく喧嘩になっちゃうんですね。これは親子ではよくある話だと思うんですけどそんなことでね、お前と喧嘩をしてるのもね、だからお前はワインの方やってろ。で、俺は、父はね、そのブドウの方やってるよと。で、そこにね、重なるように、勝沼ワイナリーズクラブっていうのができましてね、それでその勝沼ワイナリーズクラブっていうのは、地元資本の、大きくない会社がね、集まって、それで地元のことを考えつつ、そのブドウ作り、ワイン作りやってこうよっていう、そういうのにね、本当、創立がちょうど同じ、帰ってきた年1986年とかだったんですね。偶然的にも本当にね父からどうこうというよりも勝沼町の他のワイナリーの先輩たちからいろいろ教えてもらうようなことができたんですね。そんなこともあって今勝沼ワイン協会の会長という、年を取ってしまったから順番的に回ってきたと言いますかね、そんなことでね、勝沼ワイン協会の会長ということでさせていただいています。そんな状況でございます。ありがとうございます。生まれも育ちもこの勝沼ということですね、はい、ありがとうございます。さて、リレー講座も今回で12回目の配信となりましてこれまで甲州市と牛久市また東京の参議院会館の中とかですねいろんなところから漁師のワイン醸造の歴史とかあと日本遺産制度についてちょっといろんなさまざまな方にお話を伺っていたんですけれどもその中でその140年以上前に始まった勝沼のワイン作りの歴史に関しましても、いろんな方からお話を伺っていたんですけれども今回はその歴史っていう形ではなくって、この勝沼で140年以上、途絶えることなくワイン醸造が、されているので現在の勝沼のワイン作りについてちょっとお伺いしたいなと思っております。まず最初に、明治初期の日本ワインの始まりから現在までワイン作りを続けている地域は日本全国でここ勝沼だけだと思うんですけれどもその伝統と歴史ある地域でワイン作りを行っているっていうことに対してお気持ちをお聞かせください。やっぱり歴史というのはね私が作るわけにはいかなくてね先人からの積み重ねなわけですよね。だからすごく価値があるものです。
なので、勝沼でね作っていきますよっていうことは、これはね将来にもやっていく続けていく意味が非常にあるわけですね。若いところの魅力っていうこともこれから出てきますけれども、やはり歴史があるものは他の人に真似できないわけですね。やはりここのところの重要っていうことはすごく思います。ということは、続けていく意味では品質をやはりね、後発のワイナリー産地、まあ、長野や、北海道山形に負けないように質を高くすることが必要だと思いますね。ございます。じゃあ次にちょっと建物をお伺いしたいんですけど、今私たちがお話ししているところ、実は、この原茂さんのワイナリーの中なんですけれども、とっても雰囲気があって素敵だなって思います。で、結構古い建物だと思うんですけれども、どのくらい前に建てられたものなんでしょうか。まあ、これもね、140年史というところですけれども、それと同じようにね140年ぐらい、明治17年とかに建てているということなんですね。それで、まあ、祖父の時代ですね、その祖父の時代は日本全国、生糸を作りといいますかね、シルク、それで、ここもねそういう蚕棚があるよっていう建物です。そうなんですね。もともとは養蚕のにされていたお家で、今はワイナリーとして使っている。はい、だからそれね、養蚕ですよってやってた頃は当然ね、平らのところは田んぼでね、で斜面のところが桑畑、そして、養蚕を作っていくっていう、そういう地形がねやはりあったんですね。で、まあこれで、まあ、ワインの方にブドウの方にっていう頃に、これね横浜港開港とともに輸出するっていうことで全国養蚕がねガーッと広がってるわけですね。ところがね、それは産業として下向きになってくるわけですね。その時に、ブドウ産業が一気に広がるんですけども、これがね、平らなところはブドウ畑にっていう、そういう前に斜面のところからブドウ畑がやっぱり行くんですね。平らなところは米が欲しいから、平らなところは米で、斜面の方の桑畑をどんどん、ブドウにしていくっていうことと、ところがね、それも、米どころじゃねえぞっていうふうになってくるのが、これが、明治36年とかに汽車が通るっていうね、国鉄と、それが できることによって東京出荷が始まるわけですね。でまた東京からお客さんも来るっていうことね、当時はねブドウ見学って言ったそうです。宮古園とかああいうところに、皇族の人たちもね見学に来るとかね、そういうことがあった歴史なんですけれども、そこで一気に、甲州ブドウが広まるわけですね。確かに今甲州市見ても平らなところにもちろんブドウ畑もあるんですけど、ここに作るのっていうぐらい斜面にあったりとかもしますよね。そんな歴史があるんですね。今その歴史と伝統あるその甲州種のワインっていうものは、今日は多分日本国内だけじゃなくて世界でも高い評価を受けています。で、甲州種のワインの 95% は山梨県産の甲州ブドウから作られていて、またその半数を甲州市産が占めている状況です。甲州市ワインはどういった味わいなのか、その特徴と魅力について教えてください。ワインというのはね、もちろん、先行しているというとあれですけどね、ヨーロッパの方で飲まれているワインっていうスタイルを、その明治の時代に、文化として、日本の人たちもね、入れようとして、で、これね、食産工業政策の時に世界からブドウを集めるんですね。そして、その理由はね、やっぱり向こうに行くと晩飯の時にいつもワインが出てくる、そしてそのワインはどうですかっていう、そのブドウからできるんですよ、ブドウからできてワインで毎晩飲めるんだ、これは日本でもやりたいよね。で畑を見るわけですね。そうすると畑も、丘陵地帯でやってるブドウ作り、これを見て、米は平らなところでできる、丘陵地帯でこれは素晴らしい、じゃあ日本でやりましょう、で大阪からね、北海道まで広めてやるんですけれども、これね今でもそうなんですけれども、日本は雨が夏降るっていうことと、土地が実は肥えてるっていうことで、ブドウ産地としてはね、すごく育ちやすい条件が揃ってて、これはそこだけを見るといい条件のように見えるんですけど、実は、ヨーロッパの方では反対にね、夏は雨が降らないんです。
で土壌も、うん、豊かではないので、生き延びようとするブドウは根っこをね、地中深くに、伸ばしていく。そのことによって実は地層が、そのブドウの味に影響するっていうんですね。ところがそれがね、ブドウ日本では、それが横に張ってしまう肥沃だから下へ沈もうとなるけど、そこにあるだけで栄養があるんですね。まあ、そんなことからブドウはよく育つよねというところでの甲州ブドウが、味わいっていうのはどうですかっていうと、こう比べるとね、ヨーロッパの方ではそういった味わいが、そこでの土地から来るものが強いんです。ところが日本はそういう意味でね、甲州ブドウは、健全に大きく育つっていうことから、他の地域で作ってもあまり味の差がないっていうことがあるんです。まあ、要は大きく育つっていうね、そういうことから、そうすると甲州ブドウっていうのは実は優しくて、飲みやすい。ここがまあね、ヨーロッパの方と比べると大きな差がありますよ。じゃあこのね、じゃあなぜそのね、まるでいいようではないようなことを言ってるように聞こえると思うんですけれども、飲み継がれるかっていうところ、ここがね、日本人っていうのは、ワインではなくて水でね、水の文化の国なんですね。これは土地、日本の7割が森林地帯、その森林地帯っていうのは、雨が降ったそれをね、蓄えることができるんですね。なのでいつも川が流れている。で、喉が渇いたら水を飲むよっていうのは昔からねあります。じゃあそういう中で食べ物もね、どうですかっていうと、やっぱり魚料理が多かったわけですよね。そうするとね、あの味付けが強いものではないんですね。そこでこの飲み飽きないこの甲州ワインがマッチすると。だから飲み飽きない、今でもねよく、ワインね、来て、ワインあんまり飲んだことがないんですよね、そういう人は飲むと飲みやすいってね、いうね、なんか癖がなくて飲みやすい、これがね飲み継がれる理由であるんですね。なのでね、日本人のその味覚感覚っていうのはね、海外の人と比べると、その食べ物もフレッシュなものが多いとかね、そういうことから、その比較的おとなしい味の方が日本人に合ってるってことなんですね。これがね、言えると思います。そうなんですね。そういった自然、日本の自然とか食べ物とかで合うワインとか作られるワインがこう変わってくるってところなんですか。そうですね。このね、日本酒でもやっぱりね、そういうね、日本酒も、このね、日本の文化としてね、食べ物と一緒にこう出てくるんですけど、そのね、日本酒でもね、水のようにっていうことがね、言葉で表現に出てくるんですね。これがね、だから海外と比べるのも非常に、品質の中ではね、大切なことなんですけれども、日本独特な文化がもうすでにここのワインの中にある、それが甲州なんですね。勉強になりました。分かりやすくありがとうございます。私はあまりそのワインの知識がないので、その醸造用のブドウの品種って言ってすぐに思い浮かぶのが、先ほどお話しいただいたその甲州とかベリエとか、まあ、そのぐらいなんですけれども、ここのハラモワインさんではどのような品種を栽培しているのかについて教えてください。1.5 ヘクタールぐらいの畑が自園としてあるんですけれども、その、まあ、半分ぐらいは甲州ブドウで、やはり歴史観の、ね、あるこの甲州大事にしようと。で、私の父はその頃マスカットベリエっていうのもね、あったんですけれども、マスカットのベリエ飲むなら甲州の方が俺は好きだっていうようなことで、マスカットベリエは作らなかったんです。ところがね、やはり赤ワインブームっていうこともあったり、うちもね、そこではまあ思い悩んだんですね。それで果樹試験場で仲良くしてた先生なんかが、ネオワリカントっていうブドウとか、カイノワール、カイブランっていうのをね、果樹試験場が作ってるっていうことから、そのブドウをね、ちょっとやってみようかなと思って、それで、まあ交配品種っていうのをね、というふうに考えたんですけれども、その時のその品種は、まあ、ちょっと栽培がうまくいかなくて、で今はね、その交配品種って中でアルモノワールっていうのをやってます。はい。で、甲州と交配品種のアルモノワール、それからね、やはり赤ワインのヨーロッパ系の専用品種っていうのもやってみたい。これはね、まあ、ある意味ワインっていうのはヨーロッパが先行してますよ。でそこでね、夢のような話ですけれども、
メルローという品種を、まあ、やってるんですけれども、そのメルローという品種は、ヨーロッパでもね、まあ、産地がいくつもあります、うん、白ワインだと、アルザスですよとかね、赤ワインだと、ボルドー、うん、それから、ブルゴーニュ、シャンパーニュもね、皆さんシャンパーニュよく知ってると思います。だからそういう中で、ボルドーの中でね、実はボルドーっていうのはカベルネ・ソーヴィニヨンっていう赤ワインが、とても有名なんです。でそこでね、いくつか補助品種としてあるいくつか、ね、品種があります。でもねその中でね 100% メルローっていうところがあってね、それシャトーペトリウスっていうんですけれども、まあ同じ地域でルパンとかっていうのもね非常に有名というか高価なワインだと、そんなことからねそのメルローが、山梨勝沼でできたらこれはそのフランスの人が来た時にこれうち作ったメルローですよ、彼らの中でもそのねメルローの味ここでできたらこうなんかってね、そういうことにもなるっていうこととね、これには、若かった頃20代の頃にフランスに、旅行に行った時にね、まあワイナリーの仲間なんですけどね、そこでそのシャトーペトリウスを買う機会があったんです。それでそれを買ってきてね、まあ30年ぐらいうちで寝かしておきましてね、でもねそれやっぱり飲まなきゃ ね、 そ、 うですね、その味をこんな味にしたいんだうちのメルローからこんな味っていうね、うん、そのイメージ、飲むときにねさすがにでも一人で飲むわけにはいけないので、やはりこの楽しみをというときにね、はい、まあガールフレンドと飲もうで偶然ですけどねその子の名前、はい、愛ちゃんって言いましてね田中さんと同じ、なんかこれなんかこの話は今日ねなんかね、愛ちゃんに話してるんじゃなくて、愛ちゃんの話してるんですよね。で、その彼女のね、ところがね、それにはね、やはりまだ承認が欲しかったんですね。で、実は、ワイナリー仲間のね、先輩の一人を呼んで、そしてそのガールフレンドも呼んでね、4人で飲むという形をしてね、それで、シャトーペトリウスを飲みました。まあ、その時ね、飲んだ頃には、その30年寝かしておいたおかげで、ペトリウスは100万円と言われたんですね。飲んでみたいですか？すごい、飲んでみたい。すごいですね。そんなに飲んでみたいっていうね、はい、その言葉にね、その彼女に、私の愛を伝えたかったわけですね。で、まあ一緒に飲んだんですけどね、その後すぐ私は東京というところで働いてみたいとか言ってね、山梨から行ってしまったんですね。残念なことに、美味しいワインをね、また飲めるよね、慎太郎さんのそばにいたいって言ってくるかなって期待したんですけど、努力は無駄に終わってしまいました、まあ、私の、一つの恋の話でもあったんですけど、ね、でもその、ね、メルローという品種っていうのはそれだけ世界に向けて100万円にもなりますよみたいな要素を持っている、そういうのを山梨勝沼で、ね、やったらどうなるかっていう、そんなことを、ね、思い描いてね、まあ、脱線した話でしたけれども、メルローで、世界レベルに、ね、近づきたい、ね、そんな努力、そしてその中に、日本の個性としての講習とね、この柱をいくつか立てることによってハラモワインがね、やっていければなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。とても印象に残るお話ありがとうございました。いろんな品種が出てきたんですけれども、そのブドウの品種は、ブドウはどのように、仕入れているのか教えていただいてもいいですか？ええ、最初言った通りね、原醸造協同組合ってここの組合でスタートしてるってことは、ここでビジネスとしてワイナリー始めましたよではなくて、もともとね、みんなでの協同組合なので、その協同組合だったっていう人が今世代交代してますけども、その人たちからまあ買い受けるスタイルですね。これと自園のものと達しているということを、ね、その後ね、やはり他地区からもね、ブドウを作ってるからワインにしてもらえませんかっていう話はいくつかあって、それでやってます。今ね、この農家っていうところもね、農家のスタイルもいくつもあります。観光農園をやってますよ、農協出荷やってますよ、サラリーマンをやりつつ、日でねやってますよ、こういう、兼業農家というんですか、そういうスタイルもありますので、ね、兼業農家の方は結構ワイナリーにブドウを、ね、売りますよという方が多いです。そうなんですね。これがだから勝沼の特徴的なことでね、協同組合でしたよの色が濃いところは、ブドウ栽培をその会社がやってないこともあります。なので、
会社にいるその社長以下、社員の方たちのブドウも買いつつ、それから、組合員の、まあ世代が交代してね、そこから買ってるよっていうことで、ブドウ栽培しないワイナリーっていう感覚があるんですね。ところがね、やっぱりワイナリーっていうのはフランス、イタリアね、その土地で採れた、ものでワインを作るのが普通なので、ある意味ではここ特殊な背景があります。面白いですね。で今 の, あの現在の甲州市 の, そのワイン作り の, その栽培と醸造が、まあ、分かれているっていうところのお話をちょっと伺って、あの私もちょっと、日本遺産の私たちの日本ワイン140年史の中で同じことを実は歌っていて、ね、牛久市と甲州市をこう比較しながらストーリーを描いているんですけど、その中で漁師でワイン醸造をするためにブドウの調達方法が異なっているというところがストーリーの中で語られていて、ね、牛久市の方だとその、まあ、外国そのフランスとかと一緒なのか、その牛久諸島の広大な敷地の中にそこにブドウ畑があって、でそのブドウをワイン醸造に使っていたので、そこの土地のブドウを使ってワイン醸造していたんですけど、その甲州市の方だと現在と同じようにその醸造所が地域の農家さんからブドウを買い取ってワイン作りをするという、その醸造と栽培が分かれた分業体制をその100年前から取っていたような形で、今のお話を聞いて現在でもそういった分業体制が行われているということでよろしいってことですかね。それはねちょっと、単純ではないと思います。宮古公園とかね、ところでの、まあ、今はねミルシャンがっていうことで資料館になってますけれども、あそこではねやっぱり地主制度的な感じですよね。なので自分の畑ですよ、でも小作人がやってますよが、農地開放で小作人のものになったので、そこから、まるで農家の人からワイナリーは買ってるよみたいになってしまうんですけども、もともとはそこでやっぱりねワインをやりたいよっていうその人がやったわけですね。でもこれはねその単純にではないんですよっていうのは、そういうふうにして、いくんですが、ワイン産業はねいくつかこう明治の初めの人たちは失敗していくわけです。経営がうまくいかなくなっていくよっていうことがずっとあったんですね。それで、ブドウを売りますよ、そして余ったのをもったいないからワインにしようよ、それが組合スタイルの始まりですよね。ただその前には、ここのブドウでワイン作って、やるよって横浜売って売ろうぜっていう、そういうことは気持ちはあったわけですね。ところがうまくいかなかったわけですね。でもそれ牛久の方はね、じゃあうまくいってねここでやってこれやりましたよ、ところが牛久もうまくいかなくなって潰れてますよね。だからまあ似たようなことをまあ経験してるんです。でここはその後それは終わっちゃったわけですね。でも活動は続いてますよね。それはブドウ栽培が残ってたからですね。でブドウ栽培ね、その後時代が抜けて、ね、ワイナリーとしては失敗していくよ。だけどもそのブドウ見学とかね、ブドウ狩りでブドウは作られていくわけで、無駄なくやろうぜということで、その余ったブドウを売り切れなかったらじゃあワインにしよう、それももう、まあある。そして今でもここブドウ産地は活動は続いてますね、甲州市。ところが牛久はそれ以来止まっちゃったわけですね。現在ね、それで、まあ、牛久は今そこで、ブドウ栽培また再構築をしようということでね、畑にブドウを植えてやってますね。そうすると、じゃあ今私たちどうですか、うちでも一丁ボタンの畑観光用にやってたのを今ワイン原料用に変えてるわけです。ということは時代とともに私たちもワイナリーが、ブドウ栽培をやりますよっていうことに変わってきたんですね。これはだから本当に組合ですよって言ったら、そのね無駄なくしよう、その時はワインの品質どうでしたか、余ったブドウから作ってやれできるわけないですね。でここでねやはり、食の文化も良くなったっていうことと、海外のねそういったワインの情報もみんな知ってるようになってきたわけですね。そうすると勝沼に来るお客さんも、そのブドウ、ブドウ作ってるんですか、どれが原料ですかっていうふうに話がなってくるわけね。その時ね、組合で買ってるんですよ、農家から買ってますよでは、納得してもらえません。やはり高品質を作るためには自分でブドウを作ることにこだわっていくっていうことが必要なんですね。ここはね本当にね日本の歴史の中、ワイン作りの中でも
ワイナリーの仕事にブドウ作りが入ってないよ、先ほど言ったように、なるように、なってた時代はあります。ところがね、それではあの、品質向上にならん、単純にはいかないよっていうことなんですね。ただね、やはりみんなで作るから産地があるのね、これはだからそれも必要ですし、ワイナリーが独自で自分のブドウ作りにこだわったものはこれですよってことをやるのも必要です。ここはね、産地ならではのね、シャトースタイル、フランススタイルですよっていうワインもありつつ、みんなで作ってるワインもありますよ、これ日常酒ですよっていうところとね、それから品質向上のためにこだわって作ってますよっていう、そういう日本柱的な感じになっていくっていうのはね、だから、今でも一升瓶ワインみんなで飲みましょうねでやるわけですね。ところがね、やっぱりこだわって樽熟成にしてね、それで、味わい深くして熟成するっていうこともっていうことはね、これはね昔やっぱりない技術ですよね。昔はやっぱりワインできてアルコールになればすぐみんなで飲んでね、観光総裁に使っちゃって、ところがその海外のワインも見ると、熟成することによって味が良くなってくる。じゃあそういう作りはどんなことなのか、そうすると、こだわったブドウ作りも必要になってくるんですね。それまで契約農家の人に求めたら求めすぎですよね。だからそのバランスでね、今自園でもやりますよ、それはでもこんなことね、うちでもね、その交配品種の中のあるものはやってますよ。でもこれもね、果樹試験場とかっていうのは昨年、開発した品種も、ソワノワールっていうのがあるんですけれども、そうやってね、またこの、温暖化もある、そういう中でね、変化していく、だから、それに合った品種っていうのもやりましょうってね。私もそのソワノワールっていうのはね、一応次の挑戦というか試験的といいますかね、やってみようということで苗木の注文をお願いしました。でこれによってね、この、変化していくね、自然環境といいますかね、こういう中の対応も含めていかなきゃいけないなとも思っていたりね、このだからこのスタイルっていうのはね、もうずっと動いているので、ただね、そのスタートの時にはこちらはね、そういうふうにブドウ作りが大きくあったっていうこととね、で向こうにはね、その俺が作ってやるぞが最初から、一人でね、ブドウ栽培までやっていこうっていうね、その意気込みが向こうにはあったわけですね。素晴らしいことだったと思うけど、産業としてね、やっぱりブドウ栽培の難しさを感じたのかもしれないですね。それはこの山に囲まれている、雨の少ない勝沼っていうところのね、良さがここにも出ている気がちょっとします、その自然的なそういう特徴もあってってことですね。で今市内でワイナリーもかなり増えてきているんですけれども、いろんなワイナリーさんあると思うんですが、新旧含めてそのワイナリーさんどんなスタイルがあるのかについて聞いても伺いきてもいいですか。ワイナリーはね、今日本のね、仕組みが、税務署ね、平等ということで、以前はね、やっぱりそのこの地域にある、ブドウワイナリーは免許制度で限られた感じっていうのがあったんですね。山梨県ではこうですよ、簡単には免許が出ませんよっていうことでね、ところが今はね、農業にいろんな意味で注目してるところ、それで、ワイナリーラッシュなんですね。本当に集中しているところは山梨、長野、山形、北海道、ところが今全県にワイナリーがあるような方向に行ってます。なので、ワイナリーのスタイルがね、そこにでもね、農業っていうこともくっついているので、新しくできるワイナリーはブドウ栽培と一致したスタイルでやるようにっていうふうに指示はされているんです。で、ちょっと心配になるのは、このやはりブドウ産業の私たちの今まで積み重ねてきたブドウ栽培の技術ですね。雨が多い、それにはね、弱い品種はビニールハウスをしようとか、その延長でワイン原料でも傘をかけてね、ビニールハウスを作るとワイン原料はさすがに費用がかかりすぎてワインの値段が上がっちゃうので、そこまでしないでね、で言うと雨に弱いよねと思ったら傘をかけてる、そういうことをすると手間もそういうのもある。ところが新しくこうやりますよっていう人たちはそういったノウハウとかね、ブドウを健康に作るための防除
消毒ですね、うん、そういったものを頭から、農薬は使わないで作るんですって思っちゃう人もいるわけですね、うん、でところがね、そのフランスや海外でね、勉強してきたから私やりますよっていう話もいくつか聞くんですけれども、やはりその人たちはフランスでは夏雨が降らない、冬雨が降る、そういった中でやってくるので当てはまらないところが大きいんですね。だからそういう意味で、健全なブドウではないブドウを、ワインにして、個性的なワインですよ、だって無添加、オーガニックだからみたいなね、そういう言い方をしてね、はい、そうすることによって間違った味わいを個性としてしまうような勘違いがあってはいけないよね。だから、そういう意味でも、産地勝沼歴史があるよね、そこのワインを評価していく中でね、やはり、私たちもこういうふうにしていくよね、勝沼のブドウ栽培勉強するところ多いよね、そこからやはり健全なワインを作っていくっていう方向に行ってほしいですね、そのお手本になるような、まあ、そんなふうな山梨県になっていく必要もあるかと思います。産地の勝沼っていうところで、その品質の向上とか、その産地を形成するためにこれまでどのような取り組みをしていったのか教えてください。このね、特別、まあ、ブドウ栽培とワインが一致しないよっていう時代があったっていう話もね、今ちょっとしたんですけど、それと同じようにここではブドウ栽培でやっていく農家の人をね、シャインマスカットやってきますよ、その前にはね、実はまあデラウェアっていうところがね、ここが大きい、曲がり角ではあったと思うんですけどね、種なしブドウですごく潤ったわけです。でデラウェアでね、家を建て替えたなんていう話もある。そして、その後ね、巨峰ですよとかピオーンですよ、こうやってね、ブドウ品種はどんどん変わっていくわけですよね。でそういう中で、ワイン原料はどうなっていくのか、そして、やはりその労力の、うまく分散させるっていう意味でね、ワイン原料もやってる、シャインマスカットもやっていく、こういうふうにやっていくわけですね。でそういう中で、高齢化していくっていうのはやはり問題になってますよね。でそこで、ワイン原料の高齢化になってきたからワイン原料だけにするよっていう人がいたり、まあ、いやいやシャインマスカットでね利益を取る、ところが高齢化していくよって中でやはり耕作放棄地も出てきちゃうんですよね。でそういう時にその耕作放棄地をワイン原料として、続けていこうとか、またはその、ね、こういうそれだから、やめていくよっていう人たちの畑を、なんとか継続させるような意味でね、今ワイン、甲州市で畑の補助登録っていうのをしてます。今現状ワイナリーではここの畑からこれ取ってますねってその住所を登録していくっていうことをやってます。そうしますとそれがね、行く末を心配できるわけですよね。この畑、その今どういう人がやってるんですか、じゃあ、これかもうやめようと思ってますよ、でもねブドウ植えてあるから誰かやるんだったら貸しますよという意思がねそこで出てきたり聞いたりっていうことで、これねやっぱり日本中ね、そういう高齢化になる少子化でっていうふうになってる社会の中で社会現象の一つなのでね、そうなってしまうのはいいんですけれども、それをでもねうまく集積してもう一度もう大きい畑に作り直すようなことを、まあ、そんな意味でね補助登録とかでワイナリーもそういうふうに、空き畑があったらワイナリーがブドウを作りますよっていうようなことでね、なるべく買い上げるようなことっていいますかね、ワイナリーも買い上げたいと思ってやっている感じが今あります。先ほどもいろんなこうワイナリーさんが増えてるっていう話があったと思うんですけれども、その中でその勝沼とかその甲州ワインを守るためによく GI 表示とかはニュースとかでよく聞くんですけど、ちょっと GI 表示どういったものなのかっていうのがよく分かってないので、そのあたりもちょっとご説明していただけたらと思います。GI はねその土地に取れた、まあ、農産物から、お酒に限らずね他のものでも GI っていうのはねあるんです。で、まあ、九州に行くとね焼酎とかが GI のことで多くなったり、で日本酒もね、お米どころそれが、新潟ですよ、そこで醸造されて GI っていうのが始まるんです。で他のものでも、食べ物でもね GI が、できるっていう、
でそういう中でね、あの山梨県もブドウ、山梨県で作ったブドウから作るワインについて、GI 表示をするっていうことで、産地で の, その農業とね、一致してる、そういう流れで、GI のものを買うと、安心ですよっていう、そういう意味ですね。地元のものであるよという、そういう保証になります。これには、まあ、ワインというのもね、ワイン原料を確保するために、山梨のワイナリーは長野からブドウを買うこともあるわけですね、山から買うこともあったり、そんなことでね、でもそういう時に山梨で採れて山梨でできているよっていう、そういうことを結びつけておくことでね、GI の価値、山梨の味ですっていうことですよね。まあ、それもね、ある意味では先行しているフランスとかイタリアとかボルドーワインですよね、ブルゴニュワインですね、みんな知ってるわけですよね。それは地域名です。でそんなことから、日本に行ったらね、ワイン産地あったんだよね、それは山梨です、それは勝沼ですっていうふうに、で勝沼ですっていうのはね、当然ですけど山梨の中の小さいエリアですよね。だからこれ GI 勝沼っていうところになると、フランスですよ、ブルゴーニュですよ、でブルゴーニュの中にも、村がいくつもあるんですけどね、でこの村ですよ、ジベルシャンベルタン村ですよとかね、シャンポールミュズニー村ですよっていうのがラベル表記されてるんですね。だからそういうことをやっぱり先行してるところはやってるし、でそこの品種はね、ブルゴーニュって言ったら赤はね、ピノノワールです。こう品種まで決まってるんですよね。これは法律で、ワイン法でなってます。だからね、ピノノワールって人気ですよって言ったから、じゃあボルドーが作るかというと作っちゃいけないんです。ボルドー地域ではカーベンソーヴィニヨンとメルローとプチベルドーとマルベックとかってそう決まってるんですね。だからそういうことでね、それをこっちでね、やってみようっていうふうにしようと、そうするとボルドーワインって言えないっていう、まあ、面白いと言いますかね、面白いですね。この地域でこういうふうにしてますよ、はい、でそれは世界に売るんですよ、だから、っていうね、分かりやすくそこにはそのワイン法っていうのができてるんですね。でも片や日本は自由なので、はい、ワインっていう国はブドウから発酵、ブドウを絞って発酵するっていうことでね、デラウェアとか食べるブドウでも作ってます。これもね、フランスイタリアでは、BKS ビギニア系ワインのためのブドウですよって言ったのを、イタリアワインとかフランスワインとか言うんですね。作ってもいいんですけども、それ地元のお酒でね、例えばイタリアではフラゴリーノなんて言ったりするんですけども、あるんですけれども、それイタリアワイン、お土産ワインとして売ってはいけないんです。まあそんなことでね、日本は自由だからいいですよってことで、デラウェアとか巨峰のワインとかもあるんですよね。でもこれは海外の人が来ると、なんだこれジュースみたいじゃないかってことになっちゃう。そこで GI があると、 GI を買えば大丈夫ですよっていうことなんですね。それが、より勝沼に、GI 勝沼で進めば、よりもっとそれと近い感じのね、まあある意味ワイン法って言われてるものが日本にもできる。それも、準備としてね、勝沼がね中心になって、そういったことまで含めて、始めているようでは、日本もワイン法を作ってね、じゃあ北海道ワインらしいものは何なのか、山梨のワインって言ったら甲州だよね、っていうふうに、なってくることを思い描いてね、まあ、ワイン協会ではそれを含めて今、勝沼町のね全ワイナリーが合意のもとでそれを作りましょうということで、努力しているところですね。はい、ありがとうございます。勉強になりました。先ほどちょっと前に、お話しいただいたちょっと温暖化の影響がについてなんですけど、最近その温暖化の影響で醸造用のそのブドウの栽培も、まあ、いろんなさまざまな対応を迫られているっていうお話をちょっとニュースとかでも聞いたりするんですけれども、そのあたりについて お聞きしてもよろしいですか。これもね、本当に幅広く考える必要があるんですけどね、もともとブドウっていうのはね、秋、甘くなってくるわけですね。甘くなってくると、実はバンプ病っていうのにね、よくなりやすくなってくる。で それに加えてね、甘くなるっていうところ、それで、その甘さっていうのは発酵によってアルコール分になってくるんですね。昔そこにね、砂糖を入れてって言ってね、砂糖を入れすぎて甘くて美味しいねってこともあるんですけども、その砂糖を足すっていうことをなるべく減ることがいいワインの方なんです。これはね、寒い地域、ドイツとかでは砂糖を足していいですよ。ところが暑い方のスペインの方では糖は足してはいけません。それは十分アルコールあるからね。その代わり酸
酸味を足していいですよ、酸と糖っていうのがね、ブドウ食べて甘いよね、美味しいね、その時は酸は減っていくわけですね。でもこの糖が上がる前のブドウどうですか、酸っぱい酸っぱいわけですよ。でここでね、ワインはどっちがね、あのっていうところで、日本ではその、雨が多いからバンプになっちゃうよ、だから早く、収穫すると、まあ傷まないうちに取れるよね。でその時に、香りはね、いいんですよっていうことで、そういう CMH っていう香りがね、若いブドウの方には入ってますよ、そうすると、とても香りのいいフレッシュタイプのワインができますよね。で、その、まあ、リスクを犯さない、甘くなる前にやると病気にならないでいいよねっていうところが、これはちょっと王道から外れてるわけですよね。でこれは温暖化っていうあれもありますけどね、これ遅くなって甘くなってやった方がいいですよっていう方に本当は行かなきゃいけないんだけども、これこうやって、傷みやすくなっていくので、だから早くやるよっていうこの方法もある。これは温暖化の対策の一つにもなるわけですね。ところが、それではいい方向ではないわけ。それでじゃあどうですかって言った時に、このソワノワールっていうブドウをね、カジシケンジが作ってますよ。これはどうしてかっていうと、その先ほど言ったメルローっていうものの、よりも、2倍も、アントシアニンっていうね、渋みになる成分や色合いがつくよとかっていうのが多くできる、そういうのを交配して作って、これを、山梨の赤ワインとして、そういう、努力もしてるんですね。交配によって、この自然環境になっていこうと。それからね、山梨県か、酒造組合っていう方では、今ある世界中の中で、暑い地方のブドウ日本でまだ栽培したことないよねっていうのを試験的にね栽培して、それで、推薦してるブドウがあるんですね。まあ例えばシラというのがあるんですけどね、うちでもそれシラちょっと植えてます。でやっぱりそういうことで暑い方の地域のものを作ってみて、それが、これからね温暖化になっていくよ、その先にある、赤ワイン、白ワインどんな方法がいいのかな、白については、早く収穫するのも一つのテクニックだし、で交配して、強いブドウをね、探そうっていうこともやってると、まあ、そんなことで、温暖化対策っていうのは、ブドウに限ってね、言えばそんなところだけども、今もうスマート農業とかね、そういうところでそれに対応しているいろんなことがあるのでね、もうこれは本当に日本の農業の、一つの、まあ、方向といいますかね、科学的にもいろいろ温暖化対策に対しての農業、それがブドウ作りに対してもこんなのがあるよみたいなね、そういうことでそれを取り入れるっていうことをね、昔的なね農業ですよ、歴史的にこうやってきましたよ、だけども、その中で温暖化に対してこういうのができるよって言った時にね、いやいいんだよ、ね、こだわってんだよ、昔のままでいいんだよではなくてね、やはりそういったものを取り入れていくっていうこともやっぱり必要ですよね。ああそうですね、こっちがこう環境に対応していくとかいう形ですね。分かりました。ワイン産地を維持発展させていくためには、まあ、その温暖化のさっきの対策のお話とかもあったと思うんですけど、どのような、課題、その課題に対する取り組みっていうものがあると思いますか？これね、やっぱり先ほどのね GI の延長みたいな感じではあるんですけども、今ねブドウ産地とかそういったことに対して海外ではねやっぱり、ね、科学的証明ももうあるんですね、なのでこの土壌についてこういう結果が出ているからとかね、日照条件がこうだとか雨量がこうだとか風向きがこうだとか、そういうね、まあ、かっこいい言い方でねテロワールなんていうね言い方もありますけれども、それをね、土壌を調べようとかね、そういうことをやっています。で、それによってね、藤井の方のところの土地はこんな土地ですよ、でこっちは鳥居屋とかね菱山とかね、やっぱり地域によってのその斜面のあるところ、その土から来る何かとかね、またそこでブドウがなるわけですね。ではそのブドウのうまみっていうのはどうかっていうことでアミノ酸分析っていうことをして、そしてうまみの成分の違いをね比べてみようとか、まあそれが、世界でワイン産地ってどうですかって言った時にね、そのこうですよっていうね、数字を出せるっていうことが海外ではやってるわけです、はいはい、そしたら日本はね、あやってないから分かんないよ、あそうなんだ、
っていう、それで通り過ぎていってしまいますね、うん、ところがいいも悪いもこういう数字がありますよって言ったら比べられますよね、うん、そうすると、その評価の中でこの味があれって言ったらそれはそれでそうだなっていうことができるんですね。だから、科学的な根拠っていうことも今必要な時代なんですね、うん、これがだからいい産地ですよっていうのを味だけで表現するんではなくてね、世界っていうところを見る必要があります。これグローバル化っていう中ではやはり先行しているそのフランス、イタリア、それがね新興産地ですよって言ってるアメリカやニュージーランドやオーストラリアとかね、まあチリ、南アフリカも世界品種なんですよね。世界がこうやってますよって言った時に、日本は独自でやってるからいいんですよって勝手にっていうよりは、やはりブドウ産地として認めてほしい、甲州ブドウはね日本の味わいです、じゃあどうですか、その背景を数字で言ってくださいって言った時に出せるようにってことも、これ産地が続いていく意味のね大きい意味があります。でそれはワイナリーが多い、山梨ならではのその結果が出るわけですね。一人で一つのやったそれ参考になりますか、なりませんよね。まあこういう意味でね、たくさんあるよ、歴史もあるよ、ここの、を生かすためのこの情報を積み重ねていく、歴史を積み重ねていくっていうことができる土地なのでね、それはやっぱり、次の世代に、つなげる意味での数字が残れば、また次の世代になった時、自然環境が変わった時にまたその数字がね、比べられることによっていい方向に行っていくとかね、また努力する目標がそこに出てくると思いますよね。ありがとうございます。ここ勝沼ではその140年以上途絶えることなくワイン作りが行われてきましたけど、その背景の中ではその様々な人たちがその時代時代にまあ課題があったと思うんですけど、それに真剣に向き合いながら乗り越えていった歴史があると思います。今回のその古谷さんのお話から現在のワイン作りに関しても本当にもう温暖化だったりとか栽培面積だったりとか、そういった課題がたくさんあるっていうことを知りました。また同時にその課題に対して、まあ、そのさらなるその品質の向上だったりとか GI 勝沼をそう推進していこうっていうその取り組みがあることも合わせて知ることができました。私たちの日本遺産事業もそれに力になれるように進めてまいりたいと思います。でここから見ても綺麗な風景なんですけど、ブドウ畑が広がってそこに多くのワイナリーがこう点在する、まさにその勝沼らしい風景っていうものを後世に残していけたらなというふうに思います。まあ本当ね、このね、はい、風景っていうね、そここれがね、世界遺産に認められたよっていうことを、これをね、やっぱり生かす意味には畑を大事にしていくっていうことがね、次の世代につながる話ということではね、はい、本当まあ、動かない価値といいますかね、まあ、海外ではそういうふうにね、この土地でこのブドウでっていうふうに決めてる、そういうこと、だから日本でもそういうことやる。でもここにはね、世界一の技術を食べるブドウの技術もね、うん、あるんですよね、うん、これはねある意味ではこれが柱でね、こんないいブドウっていうのをね食べて楽しめるように日本だけなんです、うん、これをねやっぱり一緒に、だからこの甲州もねあるよっていうね、そのブドウ作りの、技術っていうね比べられないことを、うん、でこれ海外には、夏雨が少ないよっていうね話してますけれども、これ日本で雨が多いから傘をかけるとかね、そういうことしてるけど、うん、向こうでは、そういうことはすると、太陽の光を遮るようなことは、いけませんよって言ってね、ブドウのために良くないからね、だって個性がなくなっちゃうじゃないのってことでね、そういうことも禁止するんですよね。ところが日本のこれはね、世界一の技術ですよっていう見方をすれば、フランス、イタリアの農業は遅れてるよね。だってそんなね、条件が悪くなって世ののほっとくなんてっていうことなんですよね、うん、ここで日本人のねこの細かい仕事ができるっていう日本の技術も、うん、本当は評価してもらいたいとかありますよね。強みですね、そこは、はい、まあ、今日は堅苦しい話をずっとしてたけれどもねワインっていうのは、はい、飲んで楽しい気分になる、このコミュニケーションができるよね。で昔のねエジプトの時代ね、ピラミッド作るよっていう時の人間は本当にね労働しかなかったわけ、うん、だけどもそこで癒してくれるのはワインだった、はい、うん、心と体を癒してくれるっていうね、この意味はねやっぱりワインはねヨーロッパの人たちには大きいんですよね、うん、その後それはねキリスト教とか、まあ、戦争もあってローマ軍がね、土地を手に入れるよ。でもねそのローマ軍は土地を手に入れたところにワインを作りなさい、ブドウを植えなさいって言ってブドウを広めたっていうことにもなってるんですよ。
そうするとね、そのヨーロッパの人たちは日常的にワインを飲むんですよっていうのがね、当たり前のようになっていくし、水が美味しくないっていう背景もあるんでね、まあ晩飯ではいつもワインを飲む、そしてそれが楽しくなるというね、私たちもねワインを飲んで楽しくなるっていうのが、本当のねワインの目的なんですね。品質向上云々もねすごく大事だけれども、それを飲んで楽しく生きるっていうことの助けになるのがワインですよっていう感覚がある、ね、その辺のところは日本ではちょっと寂しいのはお酒の中の一つになっちゃっててね、ビールでもウイスキーでも焼酎でもその中のワインも一つだから、どれ飲んでも楽しくできますよねっていう感じなんでね。でも海外ではそういうところではやっぱりワインっていうところがね特別なものですよ。ここでまた宗教も絡んできますけどね、キリスト教ですよ、だから、最後の晩餐のね絵にもそこでワインを飲んでるとかね、いろんなところでワインは登場するんですけどね、日本はだからそういう意味では、その宗教的なところっていうのはねなくて全然いいんですけれども、それだけにそのワインっていうのは向こうが根付いてるよっていうことの差がありますよ、そこから差がありますよっていうことを知ってることで、あってほしいですね、今日本日お話を伺ってとってもワイン飲みたい気分になりましたので、はい、本日は飲みたいと思います本日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ございました、はい、ぜひ今夜ハラムワイン飲んでください、はい、買って帰りますありがとうございました、はい、ありがとうございました